お、真打ち登場。あ、酒への道が開かれんの。あれは魔王の正気。あそこにやつが。何お前出てくんのかい。全部出てくるやん。お前らも大結集すんの。やばいじゃん。お前ら絶対自分たちで当たるだろ攻撃。マジかよ。あいつら絶対相打ちするやん。因縁の相手、因縁の相手、手出し無用だぞ。先に蹴って、ここは任せて先に蹴って。マジかよ。お前らイケメンか。マジで。お前そいつなんかしたっけ。そいつになんかしたっけ。お前ミネルさん頑張って。なんかミネルさんが頼りない。行くかみんな。私の強さ魔王に見せつけちゃる。いや、行くぞ。さあ行くぞ。来るか。どうなんだろう、ムキムキになってんのかな。いや、あ、ミイラじゃん。まだまだミイラやん。え、お湯に浸かってる。なにこいつ、地底風呂入ってる。どういうこと。はぁ、あ、タイロが立たれた。お前まだミイラやん。なんでこいつまだ復活してないの。え、目が光った。今度はおでこだ。なんで、なんでお前目そんな光るの。こいつなんなん。今からムキムキになるのかお前。え、デスボール撃ってくる。デスボール撃ってくるんちゃう。え、何、燃えちゃってるやん。あいつなんか食材みたいだね、ここね。え、あれ肉ついとるやん。肉ついとるが、めちゃくちゃムキムキになっちゃったこいつ。足短っ。やべえ、あのパンチ出るかな。え、マジで復活しちゃったじゃん。にっこり。これよ、完全に復活しちゃった。この地をあるべき姿に戻す。かっこいいな。世界は我が滑る、我が定める。なんか体でけえから顔ちっちゃいな。顔ちっちゃく見えるな。めちゃくちゃ王っぽい。魔王ガノンドルフ、封印より蘇るしもの。何、普通に戦うのこれ。お、でかくない。でかい、もっこりしとるが。大丈夫そう。お前足痛くないの、裸足で。刮目せよ、発目せよ。何を。強そう。お前主人公でいいじゃん。もう真の王の復活。何、その世界の始まり。え、かっこよくねえかの。めっちゃかっこいいんだけど。お前王でもいいかもしれない。よしやるか。相変わらず今日も輝いている。やったろじゃねえか。どういう感じ、どういう感じなんお前。お前どういう、同じか。おお、同じ、お、同じ感じ、同じ。ファントムガノンと同じかお前。実は弱い。はい、よっしゃー、超古材だこんにゃろ。え、割と削れるぞこいつ。なんだこいつ。よっしゃ、ゆけりんか。はし、はあ、危ねえ。おっしゃ、待って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 、なちょ待って、お前もラッシュすんの。知らんぞそれ。何それ。え、回転切り、お前回転切りとかすんの。おっしゃいいぞ。え、実は弓で倒せんじゃね。あいちゃ、危ねえ。オッケー、来いよ。わあ、危ねえ。オッケー、来るか。何、来るの。あ、月ね。オッケー、槍はもう見切ったから私任せてほしい。槍は得意ですよ、いつでも来なさい。はあ、当たってない。はい、あ、何こいつ、なかなか機敏だぞ。なかなか槍おる。どっからでもかかってきん。ちゃー、よっしゃー、こんにゃろ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 かよ。おっとと行きやがれタコナスが。おーら、おーら、
うらうらやったなんだ、まず第一段階、次ラウンド2始まる。ラウンド2、久しい感覚だ、久しい感覚、血が湧き、肉が、まだあれ肉がついたばっかりだからウォーミングアップみたいな感じ。私も同じです。そろそろ温まってきたかな、みんな。そろそろ私の肩も温まってきたかな。来いよ。何？何？波？魔王が、ああ、あの姿やん。イソギンチャクやん。マジイソギンチャクになるやん、こいつ。待って待って待って。お前 HP ゲージバグっとるって。HP ゲージバグっとるってお前間違えてるよ、意味がわからん。来いよ、見よ、輝いてるだろ。私だってお前の髪だけじゃないんだぞ、輝いてるのはよ、私だって輝いてる。いつもかかってきなさい。何槍か、もう見慣れた。みーナイス、なんかいる、なんか周りにおる、ま、なんか周りにおるんじゃが。何何何何何、お前ら全員来んの、全員来んの、何、え、なんか来たんだけど。ガシャー、ナイス、完璧じゃん。こんにゃろこんにゃろこんにゃろ、あ、お前ら来てくれたの、マジ頼むよ、取り巻き頼む、私本体やるから、お前ら周り頼むって。ちょ、なんか一匹こっち見てるって、おかしいおかしいおかしい、なんだ、あ、オッケー、こいや、わっしゃーい、ナイス、ちょろいなガノンさんよ、こんにゃろが半分いったか、おいしょ、あ、え、半分か、これで、なんだ、半分か。第3ラウンド始まる。何？来るかよ、イソギンチャック。どうなるんだ今度お前。え？一つにまとまる？ミネルさんがでけえ。ミネルさん楽しいわ。何？ビッグバン！ファイナルアタックしてるやん。今度は何だ？力がお前にぜ。ああ、武器は変わらんのね。なんかすげえ、ビームサーベルみたいなのかと思ったけど。ぶ、え、なにお前調子に乗ってるけど、こっち無傷だぞお前、言っとくが。おいしょー、ナイス、完璧、うなんでおかしいやそれ、うわー、ない、なにお前、はぁ、それはずるいじゃん、それ、待って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 、危ねえ、なに、なにあれ、いや、なんか撃ってきてる、弓かお前、弓撃つのね、にゃー、危ない、おっしゃ、おーら、なんで、ちょ、待って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 、うわー、危ねえ、やろってんのかい、おーら、うわ、ちゃっ、うわ、なに、どういうこと、はいはいはい、え、ちょろいと、ちょ、なんだこいつマジ、攻撃パフォーマン、うわー、危ねえ、こんやろ、待って、こいつラッシュしない方が実はええんちゃうか、止まらない、追尾すんのそれ、ホーミング機能あんの、ずるくらいずるくらい、なにそれなにそれなにそれ、いってどうすりゃええねん、ジャスガか、分かった、ジャスガすればいいなお前、こいよ、できない、ジャスガとか今までしたことない、オッケー、何？これは離れて避ければいいと、完璧でございますね、インクさん、はい、どこでしょう、わー、危ない、何？おーら、おーら、おーら、調子のじゃ、え、体験になってんだけど、お前武器、お前武器が多彩すぎる、危ない、おいしょ、叩いて、リンク、リンク、リンクさん、どこでしょう、あの、やばい、やばい、何？うえー、何それ、ハート減っとるやん、待って待って待って、こいや、どこでしょう、なんだ、何事？おいしょ、おっしゃ、おーら、ずるいってそんな、こいや、わあ、危ねえ、はい、はい、当たらない、当たりません、隙あり、隙あり、ちょ、ホーミングずるいんだって、あ、待って、立って、立って、いたー地方の、あ、隙あり、隙あり、おーら、おーら、肉を切らせて骨を立つ、待ってください、あぶねえ、こんにゃ、避けるやん、めっちゃ避けるやん、こいつ、なに、なんなん、とりあえず離れましょうか、よしよしよし、離れればなんてことはないな、お主、うわあ、危ねえ、いけるドリンク、おお、ちょ、ずるいって、うわあ、危ねえ、武器、あ、盾か、盾か、ちょ、待って待って待って、もうこれ使おう、輪っかの飾り盾、もう完璧だこれで、愛情がこもってますからね、やったぜなちょろいなガノンさん、4ラウンド目かこれで、何、何が起こるんだ今度は、え、なんだ、体からなんか出てくる、何何何、体からなんか出てくんの、強
ースにでもなる気かお前。認めぬ。は？大概が人の恋。こやつ、こやつさては大して強くない。何どうしたお前、頭たま取っちゃった。お前玉が力の元じゃないの。飲むのか、飲むのか、え、飲むんじゃねこいつ。飲まない。血がも肉体も。え、飲むじゃん絶対。貴様らを地獄の道に。めっちゃ輝いてる、めちゃくちゃ輝いてる私。世界を終わらせてくれ。え、飲むのお前。うわ飲んだわ。どうなんのこれ、邪竜になんのか。いく。相変わらずグロいな。竜に変身するときめっちゃ笑うやん。世界滅ぼせれば何でもええんかいこいつ。世界滅ぼせれば何でもいいの。邪竜じゃん。え待って、厄災ガノンになってるやん。え終わった。終わった、リンクさん。え厄災ガノンになっちゃったやん。あいつえあのガノンとさ、ガノンドルフって別なんじゃないの。あいつ竜になった？邪竜？豚じゃなかった？邪豚？邪豚？え？なんだ？来る？お、出てきたわ。だいぶゆっくり出てきたわ。あれ、リンクさんは？食われた、リンク。やべえ、ハイラル城復興、あ、竜の手か。えぐ！でーかー。あの角折ってスクラビルドしたら強そうだね。めちゃくちゃでっけ。やべえ、めちゃくちゃ邪竜やん。え、これさ、ゼルダさん戦ってくれんじゃないの。白竜と邪竜が戦うんじゃない。悪竜っていうの。黒竜や、竜化せし魔王。どうやって戦うんだよこんな。逆に攻撃なんでも当たるんじゃね。あー食われてない、リンクさん。あ、食われてる、加えられてる。リンクさん、よく体ちぎれないのお前。逆にでかくなりすぎてて。え、来たー白竜。お前もメイドインアビスに出てきそうなタイプなんだよな。戦うのお前ら。うわ、でーけー黒竜。やば。え、どうなんの、体当たり。黒竜、やわー、避けていく。避けていく、騎乗してくの。え、白竜に乗って戦うの、マジ。めちゃくちゃ熱い展開なんだけど。白竜字がないんでしょ。本能か、本能かな。ゼルダさん、最後まで戦ってくれるんすかゼルダさん。やべえ、激アツ展開や。え、私弓チュンチュンするしかなくね、これ。これ私弓チュンチュンするしかないや。黒竜砲みたいの撃たないのこいつ。なんかビームとか撃たないんだこいつ。え、どうすりゃいいのこれ、ビーム撃たないの。ビームとか撃ちそうじゃね。マスターソード届かんやろお前。マスターソード届かんやろ。飛ばすんか、飛ばすのかな。斬撃いくぞーみんなー、これが最後だろ。やるぞ、私は勝つ。一体全体、リンクさん、あなた何ができるという。何すりゃいいのこれ。わからん、これ私動かしている。わからん、何する、飛び降りる、そういう感じ。飛び降りちゃダメじゃね。は、終わった。やばい、食われる。どういう感じなんこれ。何すりゃいいの。うわ、撃ってるわ、しょっぱいビーム撃ってるわ。ビームじゃない、弾や。大丈夫、これ当たるやん。当たらん。スローになっとけば当たらん。よーし。よーし、何すりゃいいのこれ。こいつに何すりゃいいっちゅうねん。とりあえずなんか撃つ、とりあえずこと調べで爆弾撃っとこ。なんか当たるのこれ、食らう。当たらんね。どういうこと、当たるかこれ。当たらんのだが、目玉やればいいんじゃない。おーら、え、ダメなんだけど。何すりゃいいんだこれ。あ、なんかある、あれか、
チューリーないじゃん。賢者とこれ当たったらダメじゃね。さてはなんだけど当たったら、白龍さん頼みます、背中乗せてください。白龍さんありがとう。白龍さん、あいつなんかたまたまあるぞ。そういう感じか。白龍に突き落とされたんだけど。何、どういうこと。ちょ、白龍さんお願いします。ありがとうございます。やったー、行くぞー上まで。どこだ、あれだ、絶対え、なんか違う。いや、あれだろ、あのたまたまだろ絶対。そこら辺にある、その玉じゃね。それを叩けばいいのか、マスターソードで。ちょ、待って、全然先に進め。オッケー。待って、お前動き早ない？お前動き意外と早いのね。これ当たったらダメなやつ。あ、攻撃食らってる。マスターソードで叩けないのかこれ。どこ行った、当たったらダメなやつ。ダメなやつや。痛え、めっちゃ引かれる。ダメなやつやん、当たったらダメなやつやんけ。ちょ、白龍さんお願いします。白龍、ナイス白龍。オッケー、上までお願いします。分かった、あの弾をやればいいんだな。弓で弾を撃てばいいと、そういうことでございまんな。めっちゃ必死でしがみついてるアリンクさん。どこ行ったよ。そこか、飛び降りろアリンク、行くぞ。おーしゃー、おらー、どこだ。それな、それを狙えばいいわけな。オッケー、任せてください。全部潰す必要があるのかなこれ。全部潰す必要があるのか。攻撃食らうって分かったから、これ使ってこうぜ。もう惜しみなく使っていこうぜ。おっしゃ、当たってる、当たってますね。いいねリンクさん、いいよ。頑張りが尽きないようにしなきゃいけないのか。どう、まだ回るんちゃう。もうギブドの骨とかも打っちゃった。当たってるこれ。え、壊れたか。うわ、壊れた。なるほどな。オッケー。え、なんだ、突き上げられた。オッケー、全部潰せばいいんだね。オッケー。おっしゃー、白龍さんお願いします。ナイス白龍。上まで急上昇して、オッケー、行くぞ。たまたま行くぞ。たま待って、たま意外と動き早いよこいつ。たまちゃんいいね。ギブドの骨使ってこう。おっしゃ、弓で全部いけるぞこれ。ちょろいですね黒龍さん。あれ、勝ったんじゃね。あ、壊れたわ。あれ、勝ったんじゃね。あれ、なんだ黒龍さん。さてはお主弱い。あれ、白龍さん。ちょ、白龍さん、ありがとう白龍さん。ちょ、ちょ、お前なんで。あ、そういう感じ、頭に乗せてくれんの。ありがとう白龍、お願いします。急上昇で、どこだ。あと、たまそこだ、そこにあるぞ玉。お前頭の方の動きが早い。どこや、もうここら辺潰した。え、ないんだけど、ないぞ、どこや。あ、なんかちょうど来てる。ナイスうねり、素晴らしいよそういうの。いけるか、これ届くか。ちょ、早え、動き早え。上の方、はい、当たれー、当たらん。分かった、大足の弓使おう。大足の弓使えば当たるんちゃうか。そこらへん、ちょ、いや当たんねえ。ちょ、動き早え、マジで早え。そこ狙ってこ、いけるぞリンクさん、やるぞそこ。はやー、行けーリンク。待て、弓変えよう。こっちにして、火力高いのにして、ギブドの骨、待て、スクラビルド、これギブド、はい、どうかした。待って、リンク、危ねえ。危ねえ、もうそこ潰してくれリンク、潰せー、当たらん、くそー、いてー。いや、乗れる、あ、こいつ乗れるけど正気食らうわ。やべえ、いて、白龍さん、お願いします。ナイスキャッチ、行くぞー白龍さん。あいつ頭の方の動きが早い、マジで。ここら辺でお願いします。どこだ、そこだ、そこ行くぞ。なんでこういう時にチューリーいないんだよ、まったくよ。なんか撃ってきとる、あいつなんか撃つんか。え、どっから撃ってんの、どういう角度で撃ってんのお前、すごくない。あいつすごい角度で撃つやん。あ、意外とゆっくりになってくれんだね、ありがてえ。待てよ、ここ降りれんの。あ、一応、おっしゃ、おらや、やじゃん、ちょろいで、完璧なムーブ。あーっと、そこや、やだー、痛い、白龍さん、お願いします。マスターソード強っ、火力高っ。
上まであと1個じゃねえか、あと1個じゃねえか。どこだあと1個、どこや。あそこだ、白龍さん。ちゃいます、あっちです。白龍さん、あそこまでお願いします。ここで降りろと。なるほどな。行くぞリンク、降りるんだ。走れリンク、行けリンク。当たるなよ、当たるなよ。危ねえ、怖え。おっしゃ、これが最後か。お主、これが最後か、これが最後かな、これ最後。おっしゃ、行くぞリンク。おらよ、まだある、あと1個か。あと1個どこや、あと1個どこだ。はあと1個、え、なになになに、めっちゃ輝いてきたんだけど。なにこいつ、めちゃくちゃ光っとるやん。なに、あれ、あと1個どこや。白龍さん、お願いします。ナイスキャッチナイスキャッチ。あと1個、頭や、こいつの頭や。リンクさん、あいつの頭だ。そこだリンク、やばい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 。弾がすごい、弾がすごいすごい、悪あがきがすごい。イタチの最後っぺやん、そんな。え、大丈夫これ。え、そこやリンク、行くぞリンク、たまたまやるぞ。おーら、こんやろこんやろこんやろ。よっしゃー、やったか、やったんじゃないか。え、やった、弾壊れるんちゃうこれ。いいぞリンク、とどめさせ。リンクさん、かっこいい、ザクッと行っちゃってください。とどめ、おーらよー、死にさらせ。やったー、やったろこれ、やったよな、完全決着じゃない。やったか、やったリンクさん。リンク、白龍さん来る、白龍ダイナマットキャッチ、ナイスキャッチやったやったか、白龍さん、白龍さんやりましたかね。大丈夫白龍、壊れない、それ早く離れた方がいいんちゃう、爆発しそうだけど。そいつ大丈夫そう、大丈夫そうか。やったな、秘石は壊れた。なあ、あれこかな、光が溢れ出てる、なんだろうあれ。やったな、え、待って、こいつってこのまま消えるの。そういや、ゼルダさんの秘跡ってどこ行ったんだろうね。こいつおでこに出てきたやん。あっ、やったー、絶対やったじゃん、やったー、すげー。え、これ巻き添え食ってない、大丈夫そう大丈夫そう、巻き添え食ってないこれ。あ、ちゃんと離れてる。やったか、うわめっちゃ綺麗、あそこに人がいたらもうひとたまりもないやん。やったー、討伐コンプリート。え、あれって入られるでしょ、迷いの森の上。うわめっちゃ綺麗やったぜー。え、右手なくなっちゃうんじゃない、お前、お前右手なくなっちゃうんちゃうそれ、石腕のリンクになっちゃう。なに、なんだ、何事。え、あれ、僕のマスクは僕、え、白龍さん、それどころじゃない、マスクとかそんな言ってる場合じゃない。なに、お前も行っちまうのか。え、右手が痙攣してる。お前も行っちまうの、白龍さん。え、なんだ、行っちまうのか。あ、ラウル、ソニアだっけ、ラウルとソニア。何、秘跡取り出すんか。さっき光が出て、でも消滅しちゃったよな。黒龍だっけ、黒龍は。おでこにやっぱ秘跡あんの、こいつも。え、秘跡を取り出すんか。
あ、すごいシャワー、気持ちよさそうめっちゃ気持ちよさそう。戻るんかい。戻るの姿、戻った。あれ、ミネルさん絶対戻らんと言ってたけど、奇跡、奇跡の見業。あれでも秘跡あるね、秘跡あるわ。飲み込んだはずの秘跡が。ゼルダさんこれで戻ったの？あの頃のままや。右手治ってるやん、リンクさん。お前ら一万だな。ああ、最後まで仲良くな。死んでもなお仲睦まじくして、素晴らしいです、いい夫婦や。何、ライフストリームかこれ、ライフストリーム。え、ゼルダ、え、ていうか今戻ったら私落ちて死ぬやん。私は大丈夫や、パルセールあるから。いや、ゼルダさん落ちて死んじゃうやんなあ。あんな高所で元に戻されたら死んだー。え、ゼルダは、え、ゼルダは、あー、ゼルダー、リンク早く、リンク早くダイビングして、死んじゃうって、追いつけー。あの時は手届かなかったけど、今度は離さないぞみんな、今度は手を伸ばして捕まえるんだちゃんと。ゼルダさん、私が行きますよ私が行きますよおっしゃ、今度は手を離さないぞみんな、おっしゃ、届けリンクさん。すげえ、マジで再現じゃん、あの時の。今度は届くんだリンク、つかめ、ナイスキャッチ、やったー。今度はちゃんと手が届いたぞみんな。え、これでパラソエルで降りれんの？え？いや、コンクリぐらい硬くなるから、水面コンクリぐらい硬くなるから死ぬってゼルダさんは絶対生身の人間じゃん。ゼルダさんもそんな強いの？死ぬやん、それは。お前ら体頑丈すぎん？コッパみじんなるって。いくら水面とはいえ、あんな高さから行ったら死んじまうって。五体満足でいられないよ。しかも結構浅い。しかも結構浅い。そして無事。お前ら強すぎだろ。なんやねん。強すぎやん。お、無事よ。え、ちゃんと意識戻んのかな、こいつ。早い、意識戻んの。まあ、あんだけ衝撃あったらな。意識戻んの、早っ。しかもすぐ起き上がれるんかい。支えてやれよ、リンクさん。どうして？感動の再会や。お前、秘跡あるってことは戻り子の力まだ使えるんじゃない？私は。記憶失った？今度は記憶失っちゃった？あれ、なんか恋する乙女みたいな顔してない？届いたの。届きました。あなたのおかげで。魔王は倒された。やったー！夢ではないのですね。抱きしめろリンク！抱きしめるなら今だよ！ギュッとしろよ！男だろお前！めっちゃ感動できるやん。立てんの大丈夫？いえ、わかります。わかるの？記憶あるのかな、竜の時の。ずっとまどろみの中にいました。あ、うっすらと記憶にあるんだ。え、入られるじゃん、結構無事やん。豊かなものに包まれて目が覚めたんです。あー、さっきのことかな、ラウルとソニアとシャワー浴びせた時の話。かっこいい絵になるな。
私、ずっと昔の時代でいろんな人に会いました。楽しそうにしてたもんな、こいつな。格好からまず楽しそうだもんな。ただいま、リンク。おかえり、ゼルダさん。やったー、ハッピーエンドだ。おかえり、ゼルダを探してコンプリート。やったー、なんだかんだハッピーエンドなんだな。やったー。あ、終わり？エンドロールこれで。この後新エンディングとかあんのかな？やったー、カチ。ナイス。え、みんな、ほら、宣言通り、回復なしの初見でクリアしたよ。やったぜ。あいつ、やっぱガノン弱えな。あの、ブレワイの時も結局ガノンに行くまでが大変だったけど、ガノン行ってしまえば、ラスボス行ってしまえば、なんか一回で簡単にクリアできるね。やったー。うわ、懐かしい、もうこれ。でも最後さ、一番最初をさ、再現しててさ、めちゃくちゃエモかったな。めちゃくちゃ良かったね、ラスト。あの、落ちるし、落ちて手を伸ばすし、神すぎるだろ。普通に感動しちゃったもん。マスターソード届いたんですねって、よかったって、一瞬泣きそうになったわ。あ、私がもう宣言通りに行くなんて、もうヘッポコ卒業やんな。まあヘッポコの卒業式や、今日は。やったー、終わったー。終わった。うわー、そうだ、泣いてたんやこいつ、懐かしい。めちゃくちゃ懐かしいな。卒業だわ。なんか強い強いみんな言ってたから、だいぶ私ビビってたけど、あまりあれだね、ファントムガノンみたいな感じだったね。私の頭のマスターソード抜けないよこれ。まだ朽ちてるから。まだ朽ちてるから。失敗したな。あの、治ったマスターソードにして終わるタイミングで抜けばよかったな、みんな。抜けばよかったな、終わるタイミングで。まだ朽ちてるから、このマスターソード。やったぜ。そう、まだ修復中。私のマスターソードはね、まだ修復中よ。見る。ちょっと待ってな。ほら。ほら見て、みんな。私のマスターソードまだ朽ちてる最中だから。どうも。どうすか？見て見て。あ、もう、あ、これ、あれか。これ、階層か。そうなんだよ。これ、階層シーンか。その後の話じゃないのか。クリアしたよ、やっと。そう、まだ朽ちてる。やったね。抜けたー。朽ちたままだけどな。なんでまだ朽ちてんの？私、どっちかっていうと、聖なる力じゃないからかもしれん。何とは言わんけど。何とは言わんけど、聖なる力じゃないからかもしれん。朽ちたままなの。おめでとう、ありがとう。やったねー。あれ？あ、これは階層じゃないのか。あれ、階層じゃないの。階層じゃないのか。カシーはいないよね。カシーはいないよね。カシーはってみんないた？見てないんだけど、カシーは。あいつの音色をもう一回聞きたかったな。あいつの音色。相変わらずこいつイケメンだな。意外としゃくれてね。カシワの話なら出た。あ、そうなんだ。
シーンは物語と大人の事情で消えた。え、大人の事情、声優さんがとかそういう話、大人の事情で消えちゃったの。最高だったわ。ラストめちゃくちゃ熱かったな。白龍に乗って。でもファイナルラウンドって毎回簡単だね。なんかどっかを射抜いたりとかさ、叩けばいいだけだから。今回のラスト、あーでも前回のラストも簡単だったか。懐かしい。え、これこのさ、エンドロールの順番が、あの祠を巡る順番なのかな。私一番最初にここ来たもんな。懐かしい、マジで。すげえ綺麗になったもんね、砂嵐晴れて。めちゃくちゃ良かったね。思ってたより。そうだね。あーでも全部、でもあれじゃない、前回ブレワイも多分何話で終わった、20何話かで終わったからさ、だいたいブレワイと同じぐらいかな。探索結構したと思ったんだけどね。まあ、まだまだ色々な装備取ってないだろうけど、探索は割としたと思うんだけどな。でもブレワイの時も探索したか。今回移動がしやすくなったからか、眺望台で飛んで。あまり変わらんか。飛び回るマスターソード。マスターソード今回割と早く手に入れたもんな。え、なに、なに、なに、急になんか BGM が急にバグったんだけど、なに、なんだなんだ、なんだ、逆再生これ、バグっとるやん、逆になってるこれ。逆再生でもちゃんと音楽になるってすごくね。うわ、腐ってるリンクの手、そりゃ掴みたくないわ。あー逆再生ではないのか。なんかすげえ怖かったね今ね。今回結構ゾッとする BGM 多くない？リンクの手完全に明日彼女、確かにてかあれが正気がもうそれだったもんね。最近最近じゃない、最初にあれって言ってたもんな、おっこと主様ってガノのことおっこと主様って言ってたもんね。それっぽいよね。クリアおめでとう、クリアしたよ。
初見で回復なしでちゃんとクリアしたよ、宣言通り。どうすかねえ、私宣言通りに行くか。声聞こえないよね。あの BGM 音でけえよな。私が今自分ででけえと思ってるもん。 BGM 音でけえよな。ごめんね。早い？でもこんなもんじゃない？だってクリアしてる人もっと早いっしょ？ 1 日2時間しかやってないっていうのもあるけど、割と長くやってたんじゃない？あ、終わった。ザ・エンド。この後なんかあるかな？お、これ新エンディングか？みんな、これ新エンディング。あ、ミネルさんやん。ミネルの魂はまだあるまんまの、あ、いるわ。まだ残ってるわ、ミネルさん。賢者たちみんないるわ。あれ？リンクさんすごい、まともな格好してる。あ、プルワだ。プルワだ。こんな広大な土地を丸ごと空に浮かべるなんて。これ結局どうやって浮いてんの、これ。そや、ここの上ってなんかあったんかな。あの真上ってなんかあったん。お前も行っちまうのか、ミネルさん。あなた方をここに連れてくることができてよかった。ここからハイラルの全てを見てもらえた。お前もどっか行っちゃうの。僕こんな高いとこ。散々高いとこから飛ばしたわお前。ユンボー、 お前散々高いとこから飛ばしたよ。あれは違うか、賢者の力だから本人は来てねえのか。そっか、覚えてはいないのですが。あれ、おぼろげに覚えてるわけじゃないんだ。もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。あ、ん？これは、あー、過去にここに立ったからか、ゼルダさん。ソニアの時の力。そういうことか。ソニアの時の力。え、ゼルダまだ秘跡持ってたよね。奇跡を起こしたのかもしれません。惚れちゃった？あー、惚れてまうやろ。惚れちゃうやろ、そんな微笑まれたら。なあ、そんな微笑まれたら惚れちゃうよ。ミネルさん消えちゃうの？消えちゃうんだ。ゾナウ族みんないなくなっちゃうんだ。まあでも血はつぎ、あの血はついてるんだよな、ゼルダさん。時が、ああ、消えちゃうんだね。ミネル様。遥か昔、私たちが先の時代に委ねてしまった。完全に倒したよね、ガノンね。あなた方が完全に倒したよな。これで私もラウルたちの元へ行くことができます。え、チューリー、何？なんかあった？いい匂いした？美味しそうな焼き鳥の匂い？焼き鳥ってめっちゃいい匂いするよね。わかる。何？どこ行くの？え？消えるっていうのに。ああ、なるほどね。整列しただけか。どっか行っちゃうんかと思った。残して帰るんかと思ったわ、今。何？集いし。え？我ら。何？何？どうした？お前ら急に。ゼルダ姫さ、リハーサルしてたの？え？なんだよ。練習してたんか、お前ら。あ、ルージュさん、お綺麗ですね、あなたは。相変わらず。なんでルージュだけドアップで見たの今。ハイラルの安寧を誓おう。リンク喋ってない、誓ってないじゃん、リンクだけ。あー、なるほどね、過去の再現か。こいつら生きなことするな、マジで。マジで粋なことするやん。ラウルとソニアにも伝えましょう。マジかよ。ミネル様。消えちまうんだ。あなたの思いも、あの二人のもとに。泣いてる。あれ、泣いてるの見るの初めてじゃないか、ゼルダで。ありがとう、ミネルさん。ちなみに戦闘中すんごい邪魔だった、ゴーレム。ごめんね、邪魔とか言って。ありがとう、ミネル。また会おうぜ。
ミネルさんよ、あの世でな、達者でな。行っちまった。邪魔とか言っちゃったから、ゴーレム。ごめんて。ゴーレム。そんな力なく倒れないでよ、ゴーレム。ミネルさん。そっか、ミネルさんが力のエネルギーの元だったからか。ミネル様。ミネルさん。そして、ゴーレム。賢者たち。賢者たち。ではなく、え、でもこれで完全にやったんじゃない？ゴーレムの倒れ方な。プルアってなんかしたっけ？あれ？プルアってなんかしたっけ？あいつ監視砦にずっといただけじゃね？これからもずっと。みんな、力を貸してください。私に。めちゃくちゃ綺麗やな、ハエラルの大地。やったー。